超軽量飛行機ラゼル2のリコイルスターターでの指導リコイルスターターとは、プーリーに巻き付けられたロープなどを運転者が手で引いて、クランクシャフトに回転を与え、内燃機関を始動するための装置である。マニュアルスターターあるいはプルスターターとも呼ばれる。最も簡易なリコイルスターターは、クランクシャフトやフライホイールに直接取り付けられたプーリーにロープを巻いたもので、 ロープを強く引くことで、クランクシャフトに勢いを与え、エンジンが始動するきっかけを作る。エンジン始動後に、ロープがクランクシャフトと共に回転しないよう、ロープはプーリーに固定されずに引き抜ける。したがって、始動操作のたびにロープを巻き直す必要がある。協定用のボートのエンジンには今日でも利用されている方式である。これに対して、一般向けに普及している機械では、 プーリーとクランクシャフトをワンウェイクラッチを介して接続した構造が用いられる場合が多い。ワンウェイクラッチによってプーリーからクランクシャフトへのエンジンを始動させる方向へのトルクは伝達するが逆方向への回転は伝達されないためエンジン始動後にロープがクランクシャフトの回転に巻き込まれない構造となっている。同時にバネなどによって ロープを自動的に巻き戻す機構が組み込まれていて、繰り返して指導を試みることが容易になっている。ありがとうございます。